こんにちは、学長の内です。先ほど看板掲げ式に、ご出席をいただきましてありがとうございます。本日の発表事項は3件でございます。先ほどご案内の通りでありまして、まず最初、1番目の発表事項は、情報科学部総合科学部国際競争学科、これの設置記念式典のご案内でございます。ご案内のとおり、本学12番目の学部となる情報科学部が、先ほどスタート切りました。それと同時にですね、総合科学部の国際競争学科が新たにスタートを切っております。その設置記念式典を5月16日にグランドプリンスホテル広島において開催をいたします。また新学部、新学科の設置を記念いたしまして、2016年に、ノーベル生理学・医学賞受賞者の、大隅義則博士に、ご講演をしていただく予定となっております。講演会はですね、一般の方の参加はちょっと部屋の都合でできないんですけれども、本学の関係者、あるいはですね、高等学校の生徒さんをお招きするということになっております。2番目の発表事項は新しい教育の取り組みに関することでございます。広島大学は全学部の新入生を対象にして世界で活躍されているリーダーをお招きし、ご自身の学生生活あるいは小さい頃の話や、困難を乗り越えた経験などを語っていただく世界に羽ばたく教養の力を今年も実施いたします。今年度からは新たに開設する全学部必須科目大学教育入門の一環として、実施し、全学部の新入生は必ず2回、聞いていただくようにします。講師陣は東京大学教授池谷氏、広島東洋カープ前監督野村氏、オペラ歌手中丸氏に加えて J リーグ初代チェアマンの川淵氏や、課長島耕作で有名な漫画家の広金氏など新たな講師も多数お招きし、多彩な顔ぶれで、開催する予定となっております。3番目の発表事項でございます。2番目に引き続き新しい教育の取り組みに関することでございまして、4月からですね、英語以外の外国語教育の高度化のために新たにトライリンガル養成 特定プログラムを開設をいたします。本プログラムは1年時に履修した、初習外国語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語の高度な習得を目指しております。英語に加えて3つ目の言語を身につけた多言語多文化共生時代に活躍できる人材の育成に努めてまいりたいと思います。英語圏以外の国地域の言語や文化への理解が深まることにより、より国際性豊かな学生が広島大学で育ち、学生の留学に対するモチベーションの向上にもつながるものと期待をいたしております。発表事項はですね、以上の3つでございます。